こんにちは。住宅都市研究グループの木内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。都市における建築物の水害対策とその誘導方策についてお話申し上げます。講演の構成はご覧の通りです。まず最近の状況、2番目にハザードマップと洪水被害について、3番目に小建て住宅の耐水化案の施設計について、最後にまとめの えー、四つの順に沿ってお話をしたいと思います。まずは最近の状況についてでございます。水害のテーマについては、2年前の講演会でお話をさせていただきました。その後の変化を中心にご紹介申し上げます。えー、まず、えー、災害についてですけれども、えー、一昨年、昨年、 え、も、大きな水害に見舞われました。一昨年の東日本台風、台風19号においては、首都圏を含む広範囲で浸水があり、浸水家屋7341棟など、まあ、記録的な被害をもたらしております。首都圏ではタワーマンションの地下電気設備の浸水による機能停止などについても、まあ、注目を集めました。 また、まあ、昨年の7月豪雨では、九州中南部の熊川の氾濫により大きな被害があり、えー、老犬施設でまあ死者が出るなどが、えー、注目を呼びました。次に建築分野における、えー、水害対策技術開発の進展についてでございます。えーまあ、こういった大水害の頻発を受けて、まあ、この分野でも動きが見られております。 昨年6月に日本学術会議及び日本建築学会がそれぞれ提言を出して、建築分野でも水害対策の研究開発に力を入れるべきで、中でも小建て住宅の対策が重要であるというふうに言っております。これと前後して民間ハウスメーカーである一条工務店については、 我が国でほぼ初めての水害対策をうたった小建て住宅の商品開発を完了させ、防災科学技術研究所のし、えー、施設を用いて、まあ、公開で実大実験によりその性能を示し、まあ、この分野でまあ大きな,大きなまあ反響をもたらしております。一方、政策の動きについて、まあ、国交省関係を中心に整理しますが、まあ、台風19号などの被害、 え、を受けて、ま、加速しております。都市、地水、住まい分野から、え、電気設備、流域地水、立地誘導、開発規制などをキーワードに、え、ガイドラインの作成や、ま、制度改正などが行われている状況でございます。住宅、不動産の市場取引関係の仕組みに着目いたしますと、住宅、え、水害リスクが、ま、宅地建物 取引業法の重要事項説明の対象に加わり、また保険料率に反映するという動きが強まっております。住宅性能表示制度に関わる動きも出てきております。この表は一昨年度の講演会で私が提示した水害リスクに関わる建築土地利用の規制誘導関係の制度になります。土地利用建築規制 計画誘導、市場誘導、という三つの分野に分けて、えーまあ、関係がありそうな制度について、まあそれぞれ、えー、整理したものでございますが、その時点においては、まあそれぞれにいろいろな課題があって、まあ事実上あまり機能していないというような、まあ、説明にならざるを得ませんでした。えー、まあこれがわずか2年間で、まあ、この大半に動きが見られています。黄色の部分、 が、まあ、動いた部分。緑の部分が、まあ、動きそうだという部分になります。次に、水害リスクを論じるときに、まあ、常に関係してくるハザードマップの浸水想定区域と、実際の建物の被害状況の統計について分析した結果などを紹介したいと思います。浸水想定区域図の えー、GIS データ、えー、洪水に関してですけれども、が公開されたこともな、などもあって、まあ、いろいろな分析が出てきております。えー、国土審議会、えー、あるいは社会資本整備審議会などでは、えー、洪水浸水想定区域が国土に占める割合、まあ、L1 想定区域ですけれども、は、えー、国土に占める割合は5.3%、総居住世帯数に占める割合は、まあ 19.、19.1%、 えー、そして私どもの分析では、用途地域、都市計画の用途地域が指定された面積に占める割合は30.3%。1960年の人口集中地区面積に占める割合は38.8%だというような分析を、えー、が出てきております。まあ全体としてまあどう見るかですけれども、えー、私としては、えー、この結果をもって、 まあ一部の指揮者が言われるように浸水想定区域内に住まないということは、事実上、全体としては不可能であると。よって、そこで住むためのえ場合のまあ建築や土地の対策を考えなきゃいけないということだというふうにえ考えております。一方でですね、この浸水想定区域には前提とする降雨量によって、 L1、えー、計画規模のものと L2、えー、想定最大規模のもの。後、え、者、ー、は平成23年から出てきたものですが、まあ、これが、この2つがあります。で、えーまあ、この2つの想定、えー、当然 L2 のものの方が広くなるんですけれども、えー、特に想定浸水深が大きな区域の広がりにまあ影響しております。まあ、この結果、全国の,の、えー、国管理河川でのまあ分析結果を下に示しております。 一方、広島市では、政令市中で、最も最その差が、面積の差が大きいところですけれども、まあ、全体で1.9倍、最大浸水深5.0メートル以上のところでは、18.8倍というような差になっております。浸水想定区域図を建築都市分野でまあ利用する際の課題について、あ交差して整理いたしました。 作成対象が限定的であること、管理区分ごとに別々に作成されていること、各地点での浸水発生性頻度との関係性が必ずしも明確でないこと、参照する上での情報が不足していることなどが挙げられるというふうに考えております。これらの課題につきましては、この浸水想定区域図が え、主に避難計画を検討する上での参考情報としての提供が、え、役割であるというふうに考えられているためだというふうに思っております。え、これに対して、例えば、え、土木学会では、え、多段階のリスクを明示した浸水想定区域図を作成して公開すべきだというような、え、提言を行っているなどの動きも見られます。こちらは、 実際の浸水想定区域が、都市計画や市街化の状況とどのように重なっているかを、1000匹、非1000の都市計画区域別に GIS で分析した結果を示したものです。市街化区域、または用途地域内を市街化を示す DID に含まれた時期、これは1960年と2015年の え、二つの時点がありますが、その関係によって、大きく三区分いたしました。これによりますと、え、この浸水想定区域のみからの判断では、古くからの市街地ほど、浸水想定区域に含まれる割合が大きい、ま、あの、リスクが高いように見えるということが、え、かってきております。 では実際、そのまあリスクはどうなのだというところに、私の関心えがあるわけですけれども、ここのえ結果を見たいということで、実際のえ水害の発生状況の分析などを始めております。こちらは水害統計、左側はですね、気象庁の気候変動監視レポートによって、豪雨と、 呼ばれる極端な豪雨の年間発生回数、えー、1日降水量、そして1時間降水量、えー、によって、まあ、気象庁が整理したものを示しております。えー、右側は、えー、水害統計によって水害面積、えー、水害区域面積が土地利用区分別、宅地あるいは農地別に、まあ、どのように推移しているかというものを示したものです。まあ、ご承知のように、まあ、洪水というのは気象事象でありますので、まあ、年ごとのばらつきは大、 で、えー、まあ、それでも極端な豪雨の年間発生回数は増加しているというふうに言われておりますが、えー、水害区域面積については、まあ、特に増加しているという傾向は見られないということが言えるかと思います。えー、一方でですね、えー、こちらは建築物の被災実績について同じ水害統計で見たものでございます。 えまあこれについてもえ同じようなこと、あるいはむしろ治水事業の進展によってまあ被害個数というのは減っていると。バラつきありますけども減っているということがえ見られると思いますけれども、ただその中身をですね、浸水の,まああの内容別えについてで見てみますと、床上1メートルを超える被害の割合がまあ近年大きく増大して、ま、あ え、30%、40%、外水の場合でですね、えー、という数字になっております。まあ、これは、あの、令和元年の東日本台風をまあ考慮すれば、この傾向は当分、まあ、5年平均ですので、継続するという形になろうかと思います。まあ、一方で、えー、この下図の、まあ、長期的、2000年から2018年の累計でございますけれども、まあ、長期的に見れば、床上50センチないし、1メートル未満、 の被害がほとんどであるということも言うことができて、まあ一応の建築的対応を考える際の目安と考えることができるのではないかというふうに考えております。まあなお、大都市部に限って言いますと、外水内水のうちの内水氾濫の割合、また床上50センチメートル未満の被害の割合が高いということが言えま 次に、木造小建て住宅の耐水化案について、施設計により検討した結果について紹介いたします。まず、施設計の目的と留意点について、えー、と申し上げます。まあ、目的ですけれども、えー、この耐水案の適応性、えーまあ、特に費用便益などの点からの確認というものを主目的として行っております。合わせて、 技術的課題についても確認しております。前提としましては、木造在来軸組法工法の2階建て小建て住宅を対象として、これの基本技術で実現可能な手法による計画を検討しております。浸水の目安としては、1階床下及び腰窓下高さを目安として対策検討いたしました。 作成手順でございますけれども、国内外の文献を整理したり、被災家屋の修復事例、あるいは実務者へのヒアリングなどを実施して検討しております。右上に示しました基準案、耐水化を施してない案をまず作った上で、これに対する耐水化案を複数作成して比較検討しております。 でそして、まあ、設計事務所が作成した詳細図面によって、公、まあ、務店にまあ費用を見,つつ見積もってもらうと。えー、この公務店は被災水害被災家屋の修繕などの経験があった、あるところですけども、えーまあ、そのようなプロセスをとっております、えー。留意点としてしましては、まあ、これはあくまでも基状の検討でありまして、えー、実際のまあ性能は未確認だと。えーまあ、実験などを行っておりませんので、まあ、従って県警が推奨するものだということではないということであります。 また、耐水管案の使用というのは唯一ではなくて、えー、可能性のある対策案の、まあ、一つだということになります。えー、こちらが、まあ、試策した、えー、設計案でございますけれども、えー、今回、えー、報告申し上げますのは、修復用意管、建物防水管、そして高い、高床の3案についてになります。えー、今年度補足的に、まあ、生活、回復、円滑管、 そして、屋根上避難案についても、検討を続けております。こちらが、その3案の計画案の概要、立面図と断面図になります。修復用意化案については、建物内部への申請を許容した上で、修復の円滑化、そして低廉化に重点を置いたものとなっております。建物防水化案につきましては、 えー、腰窓下高さまでの洪水に対して、建物内部への浸水を防ぎ、建物火災への被害軽減を図る案としております。えー、高床下案につきましては、えー、基準案の腰壁高さまで1階の床高を高木曽により持ち上げて、まあ、これによって床上浸水を防ぐ案となっております。詳細は、えー、図、およびこれから紹介する通りでございます。 これが、あの、各部の詳細、えー、について、えー、まあ、想定した例でございます。えー、修復用意管案及び建物防水管案について、えー、ですが、えーまあ、初期排水洗浄のために基礎に釜場を設けるとか、えー、あるいは浸水後にですね、えー、これは当初は防ぎのために閉塞してお,きおくんですけれども、えー、簡単に開けられるような、えー、スリーブ、 え、を、え、作っておくということ。え、そして、え、3番目としては、修復範囲を限定するために、え、壁を、見切り板によって、上下に分割して、設備等は上に設置するというもの。え、そして、え、壁がちの収まりということで、解体時の密閉工事を減らすために、え、壁がち、床に対して壁がちの収まりということを想定いたしました。 こちらは建物防水管案についての、防水関係の詳細でございますけれども、RC の腰壁として止水をするということで、合わせて水圧と浮力対策で少し厚みを15ミリから20ミリにするというようなことを想定しております。開口部については、脱着式の止水板、 え、あるいは、止水ドアなどを設置して、まあ、これでも若干の漏水があるものですから、まあ、床下に排水すると、そういう想定としております。まあ、これらの案についての、まあ、適応性を費用対効果などに分析しております。え、分析の考え方について、え、ですけれども、え、まずは、費用についてですけれども、え、これは、耐水化、え、に伴って、生じる 水加的な建築コストというふうに考えております。まあ、耐水化案のコストが非耐水化案のコストに対して、まあ、どれだけ上回っているかということでございます。効果につきましては、えー、まあ耐水化に伴って水害に遭遇したときに修復費用がどれぐらい削減されるかということの期待値としております。これはまあ浸水レベルを何段階か想定しまして、えー、それに つきまして、非耐水管の修復費用に対して、えー、耐水管の、えー、修復費用、ちょっと間違非が間違っておりますが、えー、がどれだけ上回って、えー、削減されているかというものを計算して、これについては動産被害も考慮しております。まあ、さらに、まあ、これの、えー、修復費用の差、浸水レベルごとの修復費用の差につきまして、 その浸水レベルごとの発生確率を想定して乗じるということを行っております。これは浸水、治水経済調査マニュアルによる方法を、まあ、に準拠しております。えー、まあ、これによってですね、まあ、追加的建築コストの回収見込み年数というものが算定できるので、まあ、それ何年で、あの、か、算定できるかということを、ま、計算しております。 こちらに示すのは、まあ、耐水化に要する追加的建築コストを試算したものでございます。まあ、積算依頼によって求めております、えーえー。最後の後ろの方の建築コストについて着目いたしますと、まあ、非耐水化案2600万に対して、えー、修復用意化案で,では、まあ、プラス49万3000円。建物防水化案ではプラス610万円。 高床案で、案では、プラス231万円と、まあ、ですけれども、という結果になっております。次に、えー、水害時の建物の修復費用を、まあ、同じように見積もりをとって、浸水レベルごとに試算しております。中心的に、えー、考えたレベル2の浸水に対して、これ、河案によって、ちょっと、えー、浸水心が違うんですけれども、 え、ごとに見てみますと、えー、基準案では、えー、修復費用計でですね、えー、612万円の修復費用がかかるのに対して、えー、修復用意化案では、まあ、これが約90万円、え、削減される。えー、建物防水化案では、えー、566万円削減される。高床化案では、589万5千円。 削減されると。それぞれ役でございますけれども、え、という結果が出ております。これらの結果を、え、浸水レベルごとにまとめますと、え、ま、建築費、えっと、それぞれの耐水管案で、ま、建築費がどれだけ増えたかということと、え、浸水レベルごとに、え、どれだけ修復費用が減ったかという筋が出てまいります。 こちらが建物の被害に関わる数字でございますが、合わせて動産の被害につきまして、例えば建物防水か水が入ってこない案でございますと、その高さまでは動産の被害も防げるということで、これについても既存の調査結果、私の方でやりました既存の調査結果を引用して算定しております。 で、えーまあ、このようにですね、えー、耐水化の追加的費用と浸水時の修復費用の低減額というものを検討いたしました。えー、で、これはあくまでも、えー、それぞれの浸水が起こった時のですね、えー、それぞれ、えーとまあ、額にしかならないわけで、えー、期待値に直す必要があります。えー、これについては、まあ、滋賀県で、えー、正規確率別の浸水診のデータというのを え、メッシュごとに出しておりまして、え、これを用いた計算によって、え、浸水対策の費用対効果の期待値というものを分析しております。え、例えば B1 案につきましては、被害確率を考慮しますと、え、おおむね10年で費用を回収できるメッシュが、え、ある、多少のリスクがあるメッシュのうち6割,6割超になると。え、B2 案につきましては、ま、これは20年で回収するということを想定した場合に、 え、いや、同じように3割弱のメッシュで回収できると。B3 案、高い価格案につきましては、えー、やはりおおむね20年ということを考えると、えー、5割超のメッシュで、まあ、費用を回収できると。まあ、このような結果が、え、出てきております。えー、耐水管の検討について、えー、まあ、まと、え、各案別にですね、えー、以上の結果から、まあ、まとめることが、 できます。えー、例えば、修復用意管については、えー、できればですね、リスクのあるところで最低限工事した方が良いんではないかとか、あるいは、えー、修復工事期間中の対応が問題になるので、もう2階で生活継続できるといいなとか、えー、建物防水管については、まあ、RC 腰壁と、えー、あるいは、えー、開口部の止水というものに費用がかかるので、そこが、 えー、定例になって、まあ、より地内性の高いものが開発されると良いなとか、高床間案については、えー、高く、えっ、ー、と、一階床が高くなるので,ですね、そこのアクセスの改善というのが、まあ、課題になると。えー、合わせ高さ規制の対応と。まあ、このようなことがまとめられて、えー、おります。まとめとして、 水害リスクを踏まえた都市における建築土地利用の誘導に向けて私なりに考えていることを最後に紹介申し上げたいと思います。建築学会の提言では段階的な対策ということで洪水の浸水深と再現期間頻度に応じた対策の考え方というのが右図あるいは右下図などのような形で示されております。 まあ実際に、まあ各地でのこうした浸水特性というものは、え、違い原因、あるいは地水整備の実施状況などによって、この左下の図のように、え、まあ異なってきます。まあそこで、え、都市区間に展開して考えるということができるわけですけれども、え、まこれをそれぞれの敷地が、 ええ、敷地からまあ都市空間に広げて考えたときには、次のようになるというふうにまあ考えております。えー、想定するハザードのまあ規模、外力によって、えー、こちら縦軸ですけれども、えー、下図の縦軸ですけれども、えー、まあ何を守るために対策を講じるかというのが決まってくる。えー、まあ一方、横軸のハザードの頻度、再現期間に応じて、対策の優先度、ひ迫、えー、切迫性やまあ程度と。 言ったものが決まってくると。えー、で、対策としては、まあ、この、えー、えー、右、え、縦軸横軸の中の、えー、左上が土地利用規制、左下が個別浸水対策、右上が避難機能維持対策、えー、右下が損害対策とあ、損害保険といった、まあ、4方向の対策に分かれて、まあ、各々段階性をすえー、を持つ形で考えられる。 右側の図が土地医療・建築規制、あるいは個別の浸水対策の段階性、あるいはこちらは避難機能維持、あるいは損害保険の段階性になります。4方向の中間的な領域において、それぞれの対策の連携分野というものが存在するのではないかと思われます。まあ、一方、地区ごとに頻度区分別の外力といったものが想定できて、 えー、まあ、対策の費用対効果というものが算出できればですね、まあ、この下図のように、まあ、そこで推奨する対策というものの組み合わせが導出できるはずというふうに考えております。まあ、今後の研究の方向性としては、まあ、これを求めていきたいというふうに考えております。えー、以上でございます。詳細についてはホームページに上げております公益会のテキストやスライド、まあ、そして参考文献をご参照ください。どうもありがとうございました。